私たち春巻きが好き、唐揚げが好き、春カラーです。よろしくお願いします。胃薬パウダーサラサラすいません。ありがとうございます。あ、番組冒頭でつまずいた忘れてた、すいませんね、はい。こちらの番組は、はい、陽子の森という番組なんですけれども、はいはい、今回はですね、はい、陽子さんがなんとスケジュールの都合で不在ということで、はいはい、おピンチヒッターで我々、はい、後輩の春からが、はい、させていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。まずですね、はい、今のね、冒頭ごちゃついた部分をちょっと説明しますとごちゃつきましたね。私たちね、いつも春巻きが好き、唐揚げが好き、春からですっていう挨拶、よろしくお願いしますって挨拶があったんですけども、はい、最近になってね、はい、春からです、うちらが胃薬パウダーって言ったお客さんも私たちもみんなでサラサラこうやってやるっていうのを付け足したんですよ、はい、付け足して以降一度もやらないなぜやらないんだいっていうね。最初はね、きょうちゃん忘れてたんだけど、そうそう、私が忘れてたのも1回か2回で、それ以降はずっと忘れてるんです。 その後私なんかもう忘れちゃったんだよね。もうやめとくわね。やろうやろう、やってこやってこ、とあなたが言い出したのよ、はい、あれこれもやりたいってね、なんか付け足したい、みんなでやりたい、太田さゆりが羨ましいって、でフライドポテト人間が羨ましいってやり始めたのに誰がわかんだよって調べてください。そうですね、はい、こんなちょっとぐだついた春からでやっていきますけれども、お願いします。はい、個人名言ってないよね。個人名ね、はい、ご紹介しておきましょう。いつも言わないので、私、名字書いてないやば、いいか。本当だ。私は春からの泉京と申します。お願いします。お願いします。で、私が、ハマーナランチと申します。よろしくお願いしますね。はい、嬉しいですね、本当に、はい。まずこの番組の説明をしましょうか、はい、この番組はですね、ユーストリームで、生配信されているものなんですけれども、はい、放送後1ヶ月間はですね、ユーストリームのアーカイブでもご覧いただけますし、その後後日 YouTube にもアップされまして、多分それはずっと残るのかな。残っちゃう、残っちゃう。だから下手なことは言えない。下手なことは言わない言わない気をつけようねっていう番組でございまして、本当に、はい、今コメント来てますけど、はい、コメント、春からの森って来てますね。そうですね、本当ですよね、ようこさんようこさん確かに私はね、あの、ようこさんがようこの森をやって、はい、2回目と3回目のゲストでここよ、あの、呼んでいただきまして、あー、なるほど、で出たんですよ、うん、で4回目にね、うん、急に春からが乗っ取るみたいな確かに、ね、形になりましたけど、乗っ取る形になっちゃったね、追いや、追いやったみたいな感じになっちゃいましたけどヒュッてね、スケジュールの都合なんでね、はい、別に、ね、はい、仕方ないですけど、そうそうそう、こういう時もありますよ、はい、的なね、はい、ノリで、そう、はい、で、陽子さんにですね、この番組のコンセプトを聞いたところ、はい、あの、陽子の森という題名でですね、うん、あの、元芸人の泉陽子、元泉陽子の陽子さんが、はい、今は辞められてるんですけども、はいはい、よ、あの、気楽な気持ちでね、はい、あの、陽子の森に、あの、ゲストの方とかお客様かな、うん、遊びに来る妖精、うん、妖精ですよ、あなた妖精です。妖精あれは妖精あ、妖精なんだ、という風にですね、はい、なんか呼んで、うん、遊んでる番組へぇ遊んでる番組よ、呼んでね、うん、うん、っていうコンセプト、お話をするっていう番組ですね。そうです、はい、遊んでるというよりは、そうです、うん、だから、あの、妖精らしいね、立ち振る舞いでやっていこうかなと思うんですけれどもね、はい、先ほどうんこがですねえ、妖精さん大丈夫どうでしょうこんな妖精もいるでしょう私はちょっと関わらないようにするんで、その話にはそうですね、はい、いや、なんでだよ大好きでしょ、妖精なの、 LINE でうんこの情報送ってくるぐらい好きでしょ。それはきょうちゃんと二人だけのやつだいらないよ、すいませんね、陽子さん、はい、冒頭からきっと陽子さんはね、うん、あの、この放送が終わった後ね、うん、これを聞くことになると思うんですけど、そうですね、きっと心配ですから、自分の番組がね、どう荒らされてるかを嵐に来たわけじゃないのよ。え、嵐に来たけど、私嵐に来たの何しに来たの、あんたいやいやね、うちらと陽子さんの関係性から言っときましょうか、はい、あ、そうですね、ね、うん、よ、元泉陽子の陽子さんは、陽子さん知ってます、泉陽子さんっていう、今ね、ご来場の方がね、うん、5000人ほど来てくださっていて、そうですね、今5000ね、そんな入るえ、高田のパパジェットロボット5000人のキャパ、5000人のキャパね、埋まっております5000人にしては春からじゃないでしょ、じゃあ5000人にしてはシーみんなほら妖精だから
そうか、あの口ね、こうやって笑うタイプ、わかんないけどね。そんなにでもそんな風に笑ってても5000人いたら結構ガヤガヤは結構のボリュームになると思うけど、今日はね、一人の方だけに質問をしていこうと思うんですよ。ありがたいですよね。でも本当に来てくださるなんて思わなかったんで、本当です ね、ゼロかと思いましたけど嬉しいです。ありがたいですね。でも多分ね、後からね5000人ぐらい来るんじゃないかな。忙しいの。お会計どうやるの。すいませんね。ドドドッとね来るかもしれませんけど。ちなみにさっきね聞いてましたけれども、はい、うん、元泉洋子の洋子さんご存知ですか。わかんないですか。知らないですよね。そうですよね。最近お笑い見始めたんですよね、うん、はい、最近春からにハマってくださってね。ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。洋子さんは、はい、春からが今5年目でして、うん、春からよりも 4,5 年先輩だよね。確かか、確かか、いや5年、4,5 年、そんな3、4年ぐらいかな。そんぐらい先輩どうでしたっけ、ご存知の方コメント。なんかそれぐらい3、4年ぐらい先輩で、うん、年もうちらの、うん、3、4、5個ぐらい上の、そうね、2、3、4、5個ぐらい、私は6個上、陽子さん、陽子さんが、私5個上だ、うん、6個上だから37か、陽子さんが今年、うん、かな、そうそうそう、うん、そうそうそう、この間めでたく誕生日を迎えられまして、はい、37歳に愛になりました。あ、37歳になったんだ。おめでとうございます。おめでとうございます。いついつ誕生日、いつだったっけ。118、まあ、ようこの誕生日はいいやって覚えてください。なるほど、118、そういうことか。いいやもうで覚えてください、ね、この間だ本当に。おすぐ送ろう、誕生日おめでとうって。もう遅いんだよ。すぐ送ろうっていうか、いや私ね、うん、陽子さんをね、やっぱご存知でない方もいらっしゃると思いますので、うん、陽子さんのお写真をね、出そうかな。あ、そうね、顔があるなら、うん、あ、だって春からのことを知って、見てくださった方ね、うん、あ、ちょっと外出ないで、ちょっとなんかあれしててください。え、陽子さんの顔、じゃあ説明しておいてもらおうかな。うん、コメントが来てます。春からのファンのミーティングって、この陽子の森が、確かに本当にそんな感じ。陽子さんはね、そんな感じではないだろう。何を適当に喋ってるんですか。何を適当に。陽子さんはどんな感じ、はい、陽子さんは今、どうぞ。ダンスがめちゃめちゃ上手い、うん、陽気なおばさまって感じ。なるほどね、はい、今陽子さんの写真が出ましたので、はい、こちら、これがこの番組の主ですね、うん、ようこさんでございます、ね、はい。こちらですね。このまんまでございます、うん、かわいい。かわいいね。かわいいよこれ。だってこれが一番ようこさんかわいいもんね、写真の中で。これが朝起きたらこの顔ですね、うん、いつも朝起きたら一緒に住んでんの。おはようってこの顔する、うん、ね、この方でございます、うん、さあさあ、いや本当にね、うん、ようこさんと出会ったのは、うん、いつ5年前5年前かな。うちらが5年、あ、違う、4年前か。うちらが5年目で丸4年ちょいだから、うんうん、か、本当に初めてすぐに出会った方ですよね、はい、そうそうそう。女芸人として初めて喋ったか、うん、初めて仲良くなったかぐらいの人ですよね、うん、そう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 、うん、お笑いライブで、女芸人限定のお笑いライブ、女芸人だけのライブ、それだっけ。そう、中野芸能小劇場というところでね、やっている、はい、笑いのいちごで、はい、出会いました。でしたっけ。そうそう、バータリっていうなんか自己紹介みたいな、うん、バータリとかがあって、うん、泉陽子ですって言って、うん、泉陽子って、私が泉京って言うんで、うん、え、泉陽子って言うんだと思って、うん、泉さんって言うんですか、あ、私泉京と言いますみたいな感じで話したのが最初で、うん、陽子さんの相方の泉さんに話しかけたのが最初ですね、うんうん、そう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 。で、泉さんと喋ってたら、なんか隣からなんかおばさんが来て、うん、おばさん、あん時もうおばさんだったよね、うん。おばさんだったかな。だって 4,5 年前ってことは、うん、陽子さんが37だから、31、2ぐらい。あ、今のうちらと同じ年齢。やだもうやだ。いや、おばさんじゃないか。じゃあおばさん若い。なんだこれ。陽子さんをけなすっていう。ただただ、はいはいはい、いや本当にね、うん、そっか、うん、あの時32だったんだ陽子さん。いや、そっか、若いね。若いなんだまだけなすか、若、まあ、
どうだろうね、そっかそっか、うん、これぐらいだったんだ。そうそうそう、でもそのぐらい。お笑いを私たちが始めた年齢と、うん、泉洋子さんがお笑い始めた年齢が同じぐらいなんですよね、多分。あ、そうだったっけ。うん、泉洋子さんたちも3…30じゃない27、8、9らへんで始めてるはず。うちらもそうじゃん。そう、でも洋子さんが29とかだった気がするかな。うん、始めたのが遅くに始めたから、うん、すごいなんか親近感があって、うん、で、いろいろ教えてくださいみたいな、うんうん、ね、感じだったよね、うんうん、やっぱ社会人経験もあるから、うん、なんか常識ありますよみたいな、うんうん、そういうおばさん、うん、そういう方だね。必ず最後おばさんでまとめるのやめようよ。そういう方だったよね。そういう方。そう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 。で、ね、あの節約家で、うん、なんだっけ、料理が、うん、得意なおばさん、うん、ね、そういうおばさんの番組のピンチヒッターのえ、おばさんここもおばさんも2人。ちょっとやだ。私自分のことおばさんっていう時代が来るなんて思わなかった。何歳からおばさんだと思うの。確かにね、うん、でも自分が何歳かによるじゃない、うん、自分がだって20歳の頃だったら30歳なんておばさんと思ってる、うん、思ってた。あ、私思ってないかも。30歳はまだお姉さんかもしれない。35以上とかがおばさんかもな。まあ確かにね、おばさんとは呼ばないよね。うん、お姉さんだよね。うん、うん、お姉さん。あ、じゃあうちらまだお姉さんだ。お姉さんだ。お姉さんだ。もうやだびっくりさせないでよ、もう。自分たちで自分たちでびっくりして、自分たちでこうフォローするってまだ女盛りだから。女盛りですか。そう、20代が花盛り、はい、30代が女盛りだから。あら、そう、私これを覚えたことによってね、ものすごい自分にあのエールを与えてる自分で励ます、励ましてる言葉、ね、本当にありがたい。なるほどね、うん、皆さん見ていただいてね。散々今おばさんって言ってたから、陽子さんに報告って言う内緒よ、内緒。どちら様アップされるから。んのほほんさんはね、はい、いつも陽子の森をね見てくださって、はい、コメントくださる。あ、そうなんだ。方だそうですよ。ありがたいですね。そう、二世紀美のファンかなんか。あ、そうなんです ね、 ですね。今のところのほほんさんからしか来てないですよ。あ、ほんとじゃあのほほんさんのためだけに応募してそうなのそうなの。いや、でもありがたい。まあ、うん、後からね見れますから、うん、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。うん、ね、陽子さん、そんな出会いでしたね。第一印象はおばあさんでしたけれども、だんだんね、うん、いいところがね、見えてきて。あ、そしたらもう、うん、あれやっちゃいますか。何ね、陽子さんのね、うん、今日不在ですけれども、はい、陽子さんの番組なので、うん、陽子さんの、うん、ことをですね、はい、つぶやこうというか、言おうと思いまして。なるほどね、陽子さんの話をしていこう。こちら、なんか家みたいになっちゃうね。確かにさっきからもう家だなってちょっと思ってたんだけど、ね、死んだんじゃないんだから。ここに置いときますね。はいはいはい、はい、陽子さんの、はい、いいところを、はい、あ、陽子さんのいいところというか、陽子さんの好きなところを言っていきたいなと思って、うん、おー、はいはいはい。でもね、いいところね。そう、うん、好きなところ、好きなとこね、ただ言っても仕方ないじゃないですか。うんうんうん、だから、うん、ですので、はい、こんなのどうでしょう。はい、陽子さんの好きなとこしりとりー。わー、あ、マイクバンバンうるさいどうでしょう、陽子さんの好きなとこしりとり。はい、うん、あ、見えない、これぐらいでいいか。はい、大丈夫。はい、こちら陽子さんの好きなとこしりとりをしていこうかなと思います。はい、じゃあ、うん、よろしいですか。はい、じゃあ1、2、3で知らんがなそうかそうか、彼は知らんがななるほどね、じゃあうちらだけで、ね、うちらだけでやっていきましょう。仕方ない、やっていきましょうか今日はゲストのね、はい、ゲストの妖精さんが今日はね、はい、いないので。そうなんですよ、うちらの、うん、この2人の妖精だけ、はい、かわいい妖精、晴れから妖精、まだお姉さんの妖精さん、えいいこと言ったつもりだったけどはい、はい、それでは陽子さんのんから。はぁ、あ、陽子の子にしたら、子から陽子の子からいきましょうか。はい、子、子、はい、全然出んかな全然出ないんかい子ね、うん、子、はいはいはい、はいはいはい、大変今ね、放送事故みたいな感じになってますけど出ない、しりとりまで見えてますか。見えてる、見えてる、そう、陽子さんの子ですね。子、子で、いいところ、はい、いいところとか好きなとこね。はい、うん、はい、細かいところにも気がつく、うん、どうですか。あ、いいね、気がつくよね、陽子さんね。細かいとこ気がつく、はい、よ、はどういうことそうだよ、細かいとこ気がつくよね。例えば
例えばは出ないよ出ないんかい例えば、うん、いやだってようこさんってさ、うん、なんかようこさんってね普段めっちゃ声低いんですよ、うん、でなんかあ痛いなとかちょっと一人でね、うん、なんか、うん、あ痛っみたいなことやってた、うん、これでしょマンソコいるって急になんかマンソコでしょうん、これ晴れたつってめっちゃ声低く、うんうん、伴奏をくれたりとか確かに優しいよねそうそうそうきなんかね気配り見てるんだよね、うん、そうそうそう、うん、そういうとこがいいところ確かにロですいやいいところのロなんでだよ違うか違うよずっとローになるね気がつくでしょ気がつくはい、うん、つだくでしょくですくはいくえーく口を開けば止まらない人好きなとこ言ってる好きな特徴言ってるだけじゃない好きなとこどんなところそれその口を開けば止まらないところだから本当にさあの、うん、陽子さんとトークライブみたいなのを一回だけしたことあるのよ、うん、泉陽子さんと春からで、はいはいはい、トークライブっていうのをしたことがあって、はい、懐かしいその時に陽子さんに陽子さんこれどう思いますかって振ったら、うん、陽子さんがその後30分くらい喋るって違うなと思いながらもう終わってくんだかなと思うんだけど陽子さんね、うん、この番組陽子の森は、はいはい、あのそういう番組なんで確かに以前ゲストに来た時も、うん、ネットかけらないとか思ってるんですけど、うん、私は、まあ、では私の話はいいんですけどこれこうだなと思って思ってましてってすごいねすごいやっぱ喋るの陽子さんすごいよね、うん、なんだっけ口を開けばベラベラえ、なんだベラベラでもいいよいや、いいところねいいところはそれそうだまあ、でもそれそうそうそうねでも一緒に楽しいからねやっぱねお話す、うん、好きな人とは、うん、口を開けば止まらないいいのねそれで変わらずでいいのね変わらないです後で陽子さんに怒られても知らんからねいいねはいいいです口を開けば止まらな い,、はい、らないはいいうん色使いがうまいおどういうことあのようこさんってさ、うん、おしゃれじゃない？なんかおしゃれっていうか、うん、なんて言うんだろうこの色にこれ合わせたら合うからとか、うん、そういうのを詳しいイメージがある、うん、おしゃれおしゃれおしゃれだっけいや、おしゃれっていうか、うん、なんていうのセンスはある独特のセンスね、うん、はいはいセンスはある確かにセンスはあると思う、うん、そうあ普段、うん、ライブに来る時とかって、うん、本当にねやっぱ動きやすい服で着たりした方がいいし、うん、ね、男性芸人さんたちがいる中、うん、キャピキャピ女の子みたいな服装で来るよりも、うん、あマジカルアヤカちゃんみたいなねこらこらそうだとかっていうよりも、うんうん、あのね、私はお笑い真剣にやってますみたいな感じで、うん、着たいみたいな陽子さんの気持ちもあるのか元々のズボン付きがあるのか、うん、あのずっとね、なんかボーイッシュなジーパンとかそういうので着ていらっしゃいましたけども、うんうん、それ以外普段家であったりとかしても、うん、いろいろなんか、うんいろんな色使って色使い上手だなっていうイメージへえ、そうなんだそんなプライベート知らないかも私あんまりどうだっけもうきょうちゃんはね記憶力がないんですよ全然いやいやでもなんかそう、うん、色に関して色は好きだだって私カラーセラピー一緒に行ったもんあー、うん、色は好きあそうなんだ、うん、なはずねでまたね今話しかけても明日あたりに返信来るでしょうなるほどね、はい、いいでしょいはいいいろいろ料理がうまいあ、ちょっと待ってくださいえこの調子でいくと全部いいになるぞ語尾が確かにあたまたまでもうまいって言ったいろいろ料理がうまいうまいでしょ料理がいろいろでいくのなんなんいろいろでいくのちょっとまあいいじゃないいろいろ料理がうまいいや料理うまくない何食べたのが美味しかったね私ね本当に陽子さんにはいろいろ作ってもらって、はい、なんだっけなでもなでもね私最近食べたお花見したじゃん、はい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 、みんなで、うん、その時におにぎり作ってきてくれたんだけど、はいはいうん、おにぎりさえもうまかったわ、うん、すごいうまかったまあ簡単ですよおにぎりはね、はい、普通は、うん、でもなんかその簡単に一工夫できる人じゃんそう陽子さんってあのね、うん、知識があるのよね、うん、知識があって、うん、管理栄養士だっけ、うん、栄養士栄養士、うん、の資格栄養士の資格持ってるから、うん、これはこうすると美味しくなるとか、うん、そういうのをね、うん、詳しいというか料理好きも相まってねそう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 でなんかねこの間それで聞いたのが、うん、いらっしゃいませーいらっしゃいませこの間それで聞いたのが、はい、あれなんて言うんだっけアルミホイル、はい、
普通のおにぎりもラップじゃなくて、はい、アルミホイルで、うん、握った方が美味しさが逃げないみたいな、うん、そういうこと言ってた。いや、それすごいよね。それすごいよね、うん、知らなかったけど、そういえばお母さんがやってくれてたなみたいな。お好きなとこお座りくださいませ。そう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 、腰とかに空いてますんでとか言ってた。へえ、すごいね、勉強になるね。そう、私ね、うん、今さ、やっぱりさ芸人としてね、めちゃくちゃ稼いでるわけじゃないじゃない、もちろん、うん、稼いでない、むしろね、うん、だからそうなった時に、うん、やっぱりおにぎりをさ、持っていくとかしたいじゃん、うん、現場行く時とかに。現場、現場ライブライブとか。そうだね、うん、そういうのとかに一工夫したいんだよね、そういう、うん、わかるわかる、うん、そういうのできるといいよね。そう、でもなんか昔ちょっと前はやってたのにな、うん、ライブに行くときお金節約するときにさ、やってたよね、うちら。やってたの、お金、うん、お金じゃないや、おにぎり作ったりとかしてたんだけど、軽く炒めたりとかしてたのに、うん、いつの間にかサボって、サボっちゃった。コンビニでおにぎり買ってるわ。ねえ、そういうのダメですよね、ようこさん。ね、陽子さんの節約術ってすごいから。だってスーパー3軒回って一番安いお肉見つけて、ね、で一番安い卵買って帰るでしょ、うん、ただの暇人でしょそうも思えてきたもう3軒スーパー行けるってなかなか主婦でもむずいですよ本当だよね。だスーパー激戦区なんそこ、ね、そんな近場のスーパーしか行かれへんでしょ、そんな3軒もね。うちはでも、うん、うちの近くにもスーパー3軒ぐらいあるんだけど、うん、全然なのよ、うん、あれ安くないのよ。いや、スーパーが、スーパーが全然、それやだね、うん、うん、間違えたのかなあ、間違えた、どっち、うん、誰だろうって思ったけどまあまあすいません、今ちょっとね、こちら側の方でね、はい、言う必要もないんですけれども、はい、お客さんが来て帰られたっていうそのが、あ、ちょっとちょっと、すがるな、すがるな、背もたれないからこっちがありましてね、ちょっとごめんなさいね。こういうのをプロだったら、うん、何にもその何もなかったかのようにすごい、うん、ね、進めるんですけれども、プロでも言うよ多分気になるよあれ。うちらはしっかり取り乱すえ、何ですか、あれ間違えた、間違いですか。ああ、そうですよね、ですよね。2階のライブハウス目当てでお越しになったら、うん、知らんおばはん2人喋ってて戸惑うっていうねえお姉さんだからいや、おばさん2人がね、喋ってておじさん2人が戸惑ってたよこれは誰だそりゃびっくりするわね。でも私さ、うん、今勝手にだけどさ、はい、あ、入ってきたと思ってね最初知らない人だなと思ったんだけど、うん、あ、でももしかしたらどっかで会ったことあるような気がしたと思ってどっかで会ったことある人がなんかツイッター見て来てくれたんだって思ったんだけど、ランチはね、うん、多いよその人の勘違いが。本当に初めて会った芸人さんとかにも、うん、お久しぶりですあら、ランチです、ね、この間ね、コンビニにいましたよねえ、初めましてこういうのよくあるよね。でもそれ逆が多いけどね、私逆が多いね、うん、初めましてって言って、いや、この間会いました会いましたっけっていう、あ、それが多いね、うん、そっちの方が多いけどね、うんうん、それ良くないよ、うん、顔をね、大雑把に捉えすぎよ、うん、本当にデブ、ハゲみたいな、そういうくくりでランチはそんなことないよ、デブ、ハゲだけじゃないよ小太りとかねヒョロ長とか、そういうのでも覚えてるよ、ちゃんとヒョロ長ね、うん、本当にね、うん、良くない、良くないね。そう、本当に。やっぱインパクトある人の方が覚えやすいっていうのでも正直あるじゃない。うん、人として。まあね、うん。いや、そのインパクトもさ、別にそのデブを一括りにする必要ないの。前さ、一括りには別にしてないけど。一時期ね、その、うん、昔芸人やってらっしゃった川田学さんっていう方、うん、デブ全員川田学さんだと思ってて、別の別のライブでね、お会いした向こうの方から言って、ご挨拶行くよ。川田さん来たからって。え、違うよ。違うよっていう初めましての人だよっていうあ、そうだっけ、あったね、そんなこともあったっけね、本当に、うん、だからこれから芸能界でテレビ局、うん、いろんなところで芸能人の方々にご挨拶をする際に、うん、数々の失礼を犯すと思います、うん、いやいやいや、それはもう覚えよう、うん、あ、でも私ね、前もって謝っとこう、うん、ここでその際は申し訳ございません伝わらんだろう見ないかな、その芸能人の方がね、うん、いやでも私ね、ミーハーだから芸能人は割と知ってる方芸能人も勘違いがたちゃ、ちょっとちょっとある、あ、まあでもお会いしたことあるとか、うん、そういうことに関しては忘れちゃうかもね、うん、うん、確かにね。でも友達の顔すら、うん、この間新人
なんかこれほらあれだよねっつって全然フェイスブックでなんか親戚来たかなんかで、養成所の同期の男の子だと思って、うん、なんか承認してフォローして、うん、えーでみたいなやったけど、うん、これそうだよねって言われた、うん、名前も名字も下も名前も違うし、写真もなんやったら全然違うし、でもなんかさ、あのプリクラだったからちょっと加工されちゃって全然違う顔になっちゃったのかなと思って、いや違う人、全然違う人、それ何の情報を元にねそれ言ったんだろうって根拠がね分かんないんですけれども、難しいよね人間って、ちょっと待って、いつの間にか陽子さんの話どっか行ってどこまでだよ料理がうまい、今で行きましたね違う違う、何だったっけ、一回あの切って帰ったからそっちの話になっちゃったんだようまい、うん、で、あのね、いきなり帰らはったで終わりましょうか、うん、じゃあたーで違うかたーで終わる、たーで終わる、今なんだろうね、でも、うん、陽子さんの話にね戻るとして、まあね、今料理がうまいって、はいはいはい、話をしたけど、うん、おにぎりがね、はいはい、美味しかったんだけど、うん、何が今まで食べたやつ、いろいろ食べたのに忘れちゃったな、あ、私思い出した、私ね、うん、なんかの帰りで、はい、暇だったからたまたま陽子さんに連絡したことがあって、うん、陽子さん今暇ですかって連絡したら、うん、暇だよっつって、パンツ一丁だけどみたいな、あ、そんな風に連絡来て、だいたいパンツ一丁だもんね、そうだよねどんなやねんそうそう、それで、うん、あのお家にいるから遊び、あのおいでって言ってくれて、はいはいはい、遊びた時に作ってくれたのがグラタンだったんだけど、うん、あーそうだ、あの陽子さんだからもう料理がうまいから、うん、グラタンも普通にそのホワイトソースとかを買うんじゃなくて、うん、牛乳から小麦粉を混ぜて、うん、作るの、そうホワイトソースから手作りで作ってくれるんですよ、そう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 、あれすごいよね、 めちゃくちゃ美味しくて、そのグラタンが食べたことある、めっちゃ美味しいよね、うん、だそういう人だから、うん、本当によよどうしたどうしたどうした、いやあの昨日まで中村涼子さんと一緒にいたから、うん、もう涼子さんっていう言葉が出ないんだよね、私涼子さんと涼子さんがもうごちゃごちゃになってね、そう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 、うん、まあ、それはね、あの、うん、これからも芸能界の方々に迷惑をかけると思います、うん、そういったこといやー混乱するわ、で涼子さんの家に行きたいの、遊びに行きたい、美味しい料理が食べれるから、うん、そうだね、そう陽子さんね、うん、いかんせんさ、うん、一人暮らしだし、うん、そんなお金持ちでもないから、うん、キッチンがね、あんなお料理うまい人なのに、うん、料理をね、うん、十分楽しめるキッチンじゃないのよ、確かにね、もうね、男性の一人暮らしがカップラーメンのためにね、うん、お湯沸かしますぐらいだけみたいなコンロ使ってんのよ、 それであんな料理作れちゃうから、確かにね、いやでもあの人の実力を出すんだったら、うん、引っ越した方がいい、引っ越した方がいい、あの、ね、うちのキッチンお貸ししますって言った本当だね、うん、うちのキッチンお貸しします、ね、割といいもんね、うんうん、まあまあいいね、うん、ちゃんと料理しようと思って決めて、うん、あのそのお家に引っ越したから、でも陽子さんケチだからあれいいとこ言ってたあれあれねいいとこしりとりだけど嫌なとこいっぱい出るケチだからじゃないよケチだから多分、うん、家賃とか高いところにはしないと思うの、確かに ねそう考えるとやっぱキッチン、うん、あのキッチンになっちゃうのか、そうだね、うん、だから早く結婚して、うん、あの引っ越して、うん、いいキッチンの家に住んだ方がいい、ね、だからちゃんとそのお金ある人と結婚したら、うん、いいとこ住めるもんね、うん、普通にね、それでも、うん、それでもケチるかな陽子さんって、いやお金がちゃんとあったら、いやキッチンにはお金使えよって言おう、あうちらがねでもなんかケチりそうだからさやめよう、それはちょっとあの老後に取っとこうとかわかんないけどさねえ、うん、めちゃめちゃケチりそうで、部屋数とかはケチるかもしれないけどキッチンはね、うん、そうだよね、ちゃんとだって、ね、旦那さんができたってなったらさ、うん、ちゃんとだってお料理しなきゃいけないじゃない、うん、もっとね、もっとちゃんとしなきゃいけないからね、うん、ということでね、陽子さんの旦那さんを募集したいと思い、うん、はーいのほほんさんしか見てないけどどうでしょういや、いいところがね、今のところ、3つか4つ出ましたけれどもね、十分でしょダメでしょ、それ以上に悪いとこ言ってんのがケチだとか、最初もずっと暇だとかいや、最初ずっとおばさんって言ってるから失礼すぎるね、本当に、でも本当だから、料理うまくて胃袋つかむっていうのは、うん、やっぱ絶対あるでしょ、うん、いいとこでしょ、ね、ね、確かに、そうそう、で、いい、あ、じゃあ胃袋つかむのむにしようか、
何が？え、料理がうまいでさ、うん、いいばっかりだからさ、胃袋使うのムーム、ね、じゃあ私ムーね、涼子さん、涼子さんの涼子さん失礼しました。もう分からん、わけわからん。涼子さんの好きなとこしりとり、はい、ムー、はい、ムー、ムー自分で言ったんだからね胃袋使う、ムーにしようか、ムーにしようか、ね、いいばっかり続くし、ムーにしよう、ムームーじゃないよ自分で言ったんだから、ムーか、うん、もうちょっとしりとりむずいわ単純に好きなとこ言ってこ、好きなとこね、うん、はい、しりとりやめる、うん、はい、はい、しりとりを削ります、はい、はい、ムムーじゃないやっぱムーにこだわる違う違う、好きなとこね、うん、曲もないんかいね、はい、ね、うん、すぐ人と仲良くなる、確かにね、うん、うん、あの、うん、世話好きじゃない、うん、うん、世話好きだし、うん、あのね、なんかね、人の良さがすぐ出るのかな、オープンマインドだからかな、うん、バカ、うん、オープンマインドだからかな、うん、心開く感じかな、すぐに、そう、なんだけど、うん、恋愛は奥手なんだよね、そうなんだよね、そう、だからなんかあんなに積極的にさ、物事をやれる人なんだったらさ、うん、恋愛も結構積極的なのかなと思ったら、そうやんね、恋愛はもう全然全なんだよね、最初ね、うん、その恋愛の話しましょうよみたいな感じで話した時、うん、なんじゃこのギャップと思ってね、そうそうそう、あんなに普段サバサバしてんのに、うん、なんか、ね、そうそう、うん、バンソコいるとかめっちゃいい声でバンソコいるとか言ってた人が、うん、え、違うの喋れないのみたいな、ね、誰やねんお前はおばさんが何言っとんねんみたいな感じでしたよね、うん、最初ほんとびっくりした、そう、待って、いいとこ行ってるあれ恋愛に関して奥手で可愛い、そう、うぶ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 、うん、めっちゃうぶ、そう、びっくりしちゃった、あれはでもさ、うぶ、ん、とか言うてる場合じゃないです、そうなのよね、ねえないですまあ、いやいや、もちろんうちらもなんだけど、そうやけどね、うん、ねえ、うちらはでもあんなうぶじゃないじゃない、多分あそこまではね、うん、ほんでなんかもうちょっと、うん、その気持ちをうまくアピールするとかをすると思う、うちらは、確かに、陽子さんの場合はなんかもう、うん、私別に好きじゃないしみたいな、うん、あーなんで好きじゃないって言っちゃったのみたいなもうザ、あのアニメの世界あ、いいよ、しよしよし、早く帰れ帰れ帰れって言っちゃったなんだよお前のせいだよお前が帰れって言うからそりゃ帰るわなんでお前ってね、そんな心の裏まで読めないよいやでもなんかそういうとこ含めて可愛い、可愛い、ほっとけない、 あののほほんさんから、ようこさんならいいと思いますが、ね、かっこ笑いってきてますけどね、どのタイミングで来たそれ、あのだから、あの募集しますっつって、あ、のほほんさんしか見てないけどって言ったら、うん、ようこさんならいいと思いますがって、そう、私もね、ようこさん一押しなんで、うん、私ね、本当に今ね、ようこさんにいい人いないかなってすごい探してるんですよ、でもわかる、私も探してる、嘘だろ、ほんとほんとほんとだよ、ほんと、うん、たまにね、たまにでしょ多分探してないよ、この人、いや、あの本当にね、自分のことでも精一杯だから、うん、知り合いとかで、うん、いい人いないかなと思ってね、だから料理をすごくよく望んでる人とかさ、うん、うん、そういう人、そう、一人暮らしで、うん、料理、うん、うん、目、あの、陽子さん目が悪くて、うん、家帰ったら牛乳瓶底レンズメガネみたいなやつをつけてるから、そう、そういうね、うん、あのメガネも嫌いじゃないよっていう人大丈夫でしょ、それぐらいは部屋だって人いるじゃん、一応なんか だってさ、なんかこの間もなんか携帯見るときこうやって見てたよ、うそー、こうやって見てた、なんかおばあちゃんみたいな、ほんと、あ、こうやったらおばあちゃんか、でも大丈夫、うちのね、あの私バスガイドやってたんですけど、うん、バスガイドの同期であや子って子がいるんですけど、うん、あや子もその、うん、バスガイドやってるときに、うん、あの休憩所サービスエリアとか行くじゃん、うん、でサービスエリア行って、うん、で、あのバスガイドって研修があってみんなで旅行行くんですよ、うん、で、うん、その旅行行った時に研修で、うん、サービスエリアとか泊まって、じゃあこのバスですよ、3571の、例えばね、3571って書いてある、ナンバープレート、そう、ナンバープレート見て探してくださいよって時に、あや子もすっごい目が悪いから、うん、そのナンバープレートを探すために、そのいろんなバスのナンバープレートのとこにこうやってこのぐらい、このぐらい距離近づいてこうやって見てナンバープレート探してて、あや子が惹かれますよあや子、こっちだよ、こっちだよっつってああ
そうそうよくそれトイレ見つけれたなそうそうそうよくトイレ休憩行けたなでもその綾子でももう子供3人いるからあ、本当、うん、大丈夫大丈夫それぐらいは大丈夫なるほどそう私も綾子のその牛乳瓶見てびっくりしたからね牛乳瓶底ね、うん、レンズメガネを見てそうそう大丈夫大丈夫あーびっくりした、うん、本当に陽子さんのそういうところも好きになってくれる人を募集しますえ、なになにいつからそれメガネ、うん、前からだよでも私、私は前行った時してなかったよ、うん、そんなメガネいや、多分してたよあ、してたのかな、うん、え、あ、昔から目悪いのうんそうなんだ出会った頃から悪いへぇ、そうなんだ、うん、知らなかった目が自分が悪くないから興味ないんだよね、多分そういうこところにそうだろうねうん、うん、いや、でもなんか家で見る陽子さんの目がそのメガネでさ、うん、すげえちっちゃいからさ、うん、面白いなと思いました確かにそうだったかも、言われてみたらなんか、陽子さんすげえ目ちっちゃいなって思ったことあるわ、私メガネのせいですそっか目にちっちゃかない、うん、普通だもんねこれぐらい、うん、普通うん普通これぐらいですからね、うん、まあ、すごいでかくはないけどうん普通あ、陽子さんのいいところもう一個ね、ある歯並びがいいあ、大事、うん、あと歯茎が綺麗あ、それだから年にとっても、うん、丈夫な歯でいられるから、うんうん、老後も安心歯茎がね、うん、めっちゃピンクなんですよあ、いいじゃん何の情報俺急に陽子さんの歯茎がピンクで綺麗っていう話いいんじゃないそう、うん、そうなんですよねさっきの話でツンデレが空回りってきてツンデレしてるつもりもないんだけどね多分ツンデレしてるつもりもないんだろうね、うん、単純に恥ずかしいんだろうね素直になれないのよね陽子さんってうーんなんだろうだから甘えたことあるのかなって思っちゃうのよあ、今までの彼氏でしょそうだから甘えたことだから甘えられないのかなって、うん、あれ私この話聞いたかどうか分からへんけど、うん、その勝手な予想ですけども、うん、過去の元カレに甘えて、うん、嫌われて振られた経験があるとかじゃないもしかしてなるほどねいや分からんけどえいや分からんけどねああ、うん、聞いた話じゃないんだ聞いた話じゃないけど、うん、そうだったりしたら、うん素直になれないとかが分かるかなまあね、と思ってそういう頭にあってそれがねずっとそれは あるかもねそういうトラウマ的なね、うん、やつはねあるよねでもね私がねすごく思うのはね、うん、素直になれないような相手は、うんうんうん、合わないんだと思いますあ分かるよそれは素直になれる相手が合う人なんだと思う、うんうん、絶対そう、ね、だから陽子さんが、うん、なんか弱音吐ける相手、うん、甘えられる相手が見つかったらいいな、うん、そうね、うんそれはどう見つかりそうえ結構遊んでんじゃんうん見つからなそうダメじゃねえかなんなんだよほんとダメじゃねえかっていや陽子さんね、うん、意外とね、うん、あの人といる時自然な感じなんじゃないですかみたいな感じでも、うん私別に全然タイプじゃないみたいなあちょっとねそこのこだわりもございますよね、そこ難しいよねこんなになってた目だけすごいアップになってた面食いなのかしらもしかして面食いなのかなそうでもないかどうだろうわかんないうんまあ、面食いなのかなぁどうでしょうどうなんだろうね、まあ、その歴代の彼氏を正直知らないから、うん、顔とかもねまあねうん、うん、好きな人の写真は見たことありますけど、ねうんうん、めっちゃ昔、ね、めっちゃイケメンでしたけどねそっか、うん、確かにねそうだからかっこよかった面食いかなと思ってうん、うん、でも面食いなんて言ってる場合じゃなくない面食いですかないないない面食いで面食いだったんですよ、ね、昔面食いっていうのはあるんだけど、うん、でもさ結局さ好きになる時ってさ、うん、好きになった人がもうかっこよく見えてこない、うん、単純にそうなのよねそうだから別に面食いではないと思う、うん、結果的には結果的にはね、うん、かっこいいなってそれは思うけどそこまでのこだわりではない、うん、そう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 なるほどね、うん、そうだよねそうだから例えばだけど、うん、好きになって、はい、最初は例えばかっこよくて好きに なりました、はい、かっこいいです彼ねでも年を取っていくにつれて太りましたとかね例えばね太りましたとか歯が抜けましたわかんないけどね何かそういう励ましたとかさ、うん、いろんなことがあっても結局その人のことが愛らしいと思う、うん、えばそれが恋じゃないわかりますよ、ね、まあそんな結果がねどうかはね、うん、未来のことなんでわかんないですけど、うん、この人ならハゲても太っても、うん、好きだなって思える人をそうそうそう、うん、と結婚するべきですよねそうそうそう本当に思うのよそうなんかさ、うん、美男美女のやモデル美男美女のやモデルやら俳優やらなんやらがな、うんうん、なんかくっついてや、うん、骨なんかやは何やとは何くっついてやなんかいやいやなんかしてさすぐ離婚してさ、うん、なんかして、うん、そ
それはさ、あなた見た目だけで結婚して飽きませんよっていうね、うん、まあねことを思うんです、うんうん、それは、まあね、だから、ね、それがいわゆる高校の時の恋愛だよね。あー高校の時ね、高校とか、まあ、中学校とかさ、なんかちょっとあったじゃん、あの、うん、かっこいい男の子とかっこいい、あ、かわいい女の子が、うん、なんかちょっといい感じになるみたいなのあったじゃん、うんうんうん、最初だけね、うんうんうん、すぐ別れるみたいなさ、うんうんうん、だそういうのじゃないんだよね、うん、ね、うん、本当に心を知るっていう、そう一生一緒にいるっていうのはそういうこと、そう一生一緒に、え、ダメだよ、どういうこと、分かんないけど、ね、ということなんですけれども、うん、っていうね、結婚とはって言ってすごい熱く語ってる独身女2人独身アラサー2人ね、ずいぶん上から言ってましたけども、そ う, そ う, そ う, うちらもまだね、あの何のご予定もございませんのでね、結婚してるならねともかく結婚もしてないのに何を偉そうに陽子さんに向かってこれちょっと待って、陽子さん後で聞くのやめてこの放送回だけキャンセルキャンセルやばいやばい、そう、そうそう、陽子さんのいいところって言いながらずっとね、うん、そうそうそう悪口すぐ悪口に走るっていうこだわりがあるとねって来てますよ。そうですね、うん、あ、陽子さんに素敵な人が見つかりますように、のほほんさんはダメみたいです陽子さん残念でした、残念でした、また一人候補が減りましたまあでも推しの、ね、星の数ほどね男はいるって言いますから、うん、さあさあさあいるいるいる、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、あのね、うん、私ね、あれ なんて言うんだっけ、うん、マチコンに行ってみたいんですよ。マチコンね、うん、だからマチコンと婚活パーティーとあるじゃない、あの出会いの場でなんか、はいはいはい、大きいイベントというか、うんうん、面白いよね。私ね、うん、婚活イベント、うん、婚活パーティーか、うん、には1回だけね、あのお姉ちゃんが、うん、あの当時お姉ちゃんが30になった時ぐらいかな、あらなったから、よ4つ、私がよお姉ちゃんに4つ若いから、うん、私が26の時にお姉ちゃんにどうしても一緒に1回行ってって言われて、うん、行ったことがあって、うんうん、26だし、はい、まあそれなりにさ、普通に普通に可愛いから、なんてまあ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 そのなんだろう、出会いを求めてるほどじゃないから、やっぱ26だし、まあね、婚活パーティーに来るには珍しいですよね。そうそう、まだ若 い、ね、で、お姉ちゃんは30なんだけど、うん、あの可愛いのよ、まあ、お姉ちゃん可愛いらしい、30に見えないし、うん、っていうのもあって、うん、その、あの婚活パーティーのイメージってさ、うん、あナイナイアンサーだっけ、やってるやつあるじゃん、はいはい、あれでやってるイメージがあるから、うん、みんなどういうイメージかわかんないけど、回転寿司っていう、うん、はいはい、うん、わかるかな、その1分2分ね、喋って、そうそう、喋ってもうあの交代していくみたいな、外側の男性が回るんだったかな、うん、みたいな、なんかそんな感じのね、そうそうそう、そういうのが、うん、一般的なのかもしれないんだけど、私が経験したその婚活パーティーは、うん、女性が座っていて、はい、喋りたい女性のところに男性が並ぶの。あー、並ぶの、結構えぐいのよ。やだ、そう、だから、うん、私とお姉ちゃんのとこにはすごい並んだの。で、そう、で、やっぱり来てる女性がやっぱりいくつぐらいなのかな、35ぐらいなのかな、わかんないけど、並んでないところも結構あって、ちょっと複雑なんだよね、うちらは。で、まあまあ、お姉ちゃんの付き添いみたいな形で来てるし、ね、特にそうそう、お姉ちゃんはもう本気で、ね、はいはいはい、選んでるからなんだけど、うん、私はちょっとそういうあんまり考えてなくて、そういう感じも、うん、だからまあ複雑な気持ちもあったんだけど、まあ付き添いだし、うん、お姉ちゃんとちょっとだから喋ってる時間はなくて、特に、うん、もう二人のところにもう普通ひっきりなしの男の人が来るから、うん、ね、会話はね3分ぐらい、短いんだけど、うん、みんなその男性はそのなんだっけ、名刺を置いてくの、うん、自分の名前とアドレスと電話番号を書いたを渡して、うん、後日自分がいいと思ったら連絡してくださいっていう、うん、だからまあ女性からからは渡さないんだけど、うん、そうだから、もうすぐに連絡先くれるの、そう、でもね、顔が分かんないから結局ごちゃごちゃになるんだけど、確かにね、そう、でも最終的に誰かその中で選ばなきゃいけないのよ、はあ、絶対に絶対に、へえ、で、結ばれたその両思いね、ごめんなさいはないの、ないのよ、なんで、必ず一人選ばなきゃいけない、別にだからって、うん、結ばれなきゃいけないってこともないんだけど、はい、連絡先は別に交換しないから、その人とも、はあはあ、で、じゃあ結ばれました、何番さんと何番さんが結ばれましたみたいな形で、うん、やってで、帰るだけなんだけど、だから結局、うん、いい、まあコロナ禍だったらこの人かなって思ったとしても別に連絡先交換しなくていいから、うん、いいんだけど、私はだからそのまま普通に帰ったんだけど、うん、で、お姉ちゃんはじゃあこの人って選んだ人がいて、うん、その人とお姉ちゃんで、その人、うん、結ばれたね、はい、で、私は違う人と全然結ばれたんだけど、うん、私とこの人の友達で最後ご飯食べて、はい、帰ったんだけど、はい、なんかの社長さんらしくて、はい、めちゃめちゃ金持ちの、うん、そうで、
ご飯食べて帰ったんだけど、うん、お姉ちゃんにえどうだったよかったって聞いたら、うん、え全然興味なかったって言ってて、うん、そういうものなんだなと思って、長々と何の話え長々と何の話したの。お姉ちゃんが結ばれた人のこと興味なかったっていうのを最後に落ち着きましたけれどもでも結局お姉ちゃんは、うんうん、あの私が紹介した、うん、私の友達と結婚したんですよ。あ、そう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 、そうたまに見に来てくれてる、うん、あの本当に普通に友達が見に来てくれてるっていうのは春からのことを、春からのライブを見に来てくれてた、うん、私も知ってる人、うんうんのことをね、ランチがあれお姉ちゃんと会うんじゃないかなって言って、 その友達とお姉ちゃんをくっつけたんですよ、うん、そうすごいですよね。そうそうそう、これ愛のキューピッド初めてなった、うん、だから浜名ランチ婚活所みたいなの作ってさ、確かにねやろうかなエントリーナンバー1陽子3ぐらいかな、なんでやねん、まだまだいっぱいいるの40とかいやこれすごいよ、でもすごいよ ね、 そういうのね、私ね、うん、そう結構2人が早かったのよ、パンってなったから、うん、まあ2人のことをよく知ってたっていうのもあるんだけど、うん、いや私ねその婚活パーティー行きたいなってたのは、うん、その陽子さん連れてって一緒に、うん、もう私もですけど、私今ちょっとねあの夢頑張らなきゃみたいなあれなんで、うん、陽子さんね、うん、連れてったらね絶対人気あると思うんですよね。うん、思わないね人気あるかどうかはね、うん、そのね婚活パーティーにもよるからわからないけど、はあはあ、明るいじゃん、陽子さんって明るいし、あととびっきり明るいし、めっちゃ喋る。37人も見えないから、うん、いけると思う、私も。そうでしょ、うん、じゃあさっきそんなにうんって言えばよかったね、うん、一回うん、ね、ちょっとだけね、悩んじゃったんだけど、うん、なるほどね、そう、うん、でも確かにね、いい気がする、うん、うん、マチコン、ほらどっちがいいのかな、どっちが行きやすいのかな、人として。え、何が人として人として、ごめん、マチコンマチコンか、はい、その何だっけ、婚活パーティー、婚活パーティーだったらちょっとマチコンの方がまだラフだよね、気持ち的に、私そんなに知らないですけど、うん、マチコンは、うん、そこに住民票がある人だけ参加できるとか、そういうこと、うん、割とそんな感じで、ね、例えば、新宿でやりますと、はい、そしたら新宿区の人かな、もうちょっと範囲広いかもしれないんだけど、うん、の人で、うん、今日、うん、ここの居酒屋とここの居酒屋とここのカラオケとここの、バーとはその婚活の人たちが行くところですよっていう、うんうんうん、割と広くはしごできますよ、ワンコインでみたいなね、そういうあれだよね、あって、うん、でそこに行くのよ、うん、で、あその婚活パーティーに参加してる、あ、婚活じゃない、うん、なんかその、そう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 、マチコンに参加してる方ですかみたいなの分かんないけど、なんか証があるんでしょ、うん、そう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 、で、あなたそうなんですね、うん、みたいな話をするんだよね、で、普通の一般客の方もいらっしゃるの、まあ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 、貸し切り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 なの、貸し切りだから本当に関係ない、うん、そういう人はいない、排除して、うん、本当にその、マチコンにちゃんと、うん、そこのお店が協力体制でやってくれてるから、うん、ちゃんと出会えますよって。だってさ、その一般客がいっぱいいたらさ、邪魔じゃん、うん、まあね、正直、うん、あれってなるじゃん、うん、そっちの方がね、うん、いいなってなっちゃうかもしれないしね、うん、なんかそれだったら意味ないしね、うんうん、そうそうそう、陽子さん、マチコンだ、マチコンの方がいいかな、あとね、うん、料理合コンとかある、なんかそういうのあるよね、陽子さんは料理合コンいいかもしれない、ね、うち実家がいちご農園なんですけど、うん、いちごジャム作り体験婚活っていうのをやってたんですよ。おー、やってたの、やってたの、実家で、実家で、6月とかそんぐらいに、いつ6月、何年今年、うん、今年はやってないんだけど、2、3年前にそういう話が来て、やってたの。へぇ、 そういう、その2、3回だけやったってこと、あ、2、3年前に1回だけやったってこと、1回じゃないと思う、何回かやってると思う、確か。なんかね、そのジャム作りって、うん、めっちゃでかい土鍋があって、うん、その中をこう、めっちゃでかいなんかしゃもじみたいな、あ、知ってる、混ぜる、あれやろ、ねるねるねるみたいな、あ、みたいな、そうそうそうみたいな、そう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 、懐かしいね、そんな怪しい顔しないけどねなんだっけうちの お父さんがね、うん、やるんだけど、うん、一緒にジャム作りをするっていう体験をして、うん、最後はそのジャムをみんなで食べる、はあ、美味しくできましたねみたいな、はあはあ、で、食べ合うの、舐め合うの、いや、舐め合うそれは知らんけど、うん、私も詳しくは知らないけど、はあはあ、そういう婚活パーティーみたいなのをしてたらしくて、面白い、そのもしランチの実家でそれまたやるってなったら MC 春からで、うん、いやそうだよね、いちごジャム、確かにやりたい、私たちがやりたい、いちごジャム婚活の MC、うん、うちらね、そうそうそう、めっちゃやかましてる静かにしてくださいって、陽子さん、陽子さん参加してますよ、陽子さん陽子さん参加してほしいわ、何か最後の方ずいぶんうちらが世話焼きで、ちょっと待って、あ、そっか1時間番組だ、そうですよ、そうですよ、陽
こさんのいいところつってね、うん、あのほぼ喋ってたつもりだったんですけど、そうそうそう、あのだから結局の話、はい、婚活パーティーかマチコンに参加しましょうって話でしょ、うん、そこに落ち着きました。そうそうそう、そうしよう本当に。でもヨコさん素敵なんだから、うん、そういう話に落ち着きましたね、うん、だってマチコン、うん、だ婚活パーティーとか私はね確かね500円で参加した、うん、ビヨーン、男性は5000円、ずいぶん違う。そうだから男性は必死になるよ。あ、じゃあケチなヨコさんにぴったり。そうそういうこと。目が銀いやうちらいい後輩だね。そうそうかそうかケチ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 言ってるね、うん、でもいいのよそういうの、いや、うん、どんどん参加しちゃった方がいいのよ。そう、うん、私がね、うん、あの陽子さんのことをね、うん、そんなに、うん、先輩先輩あすいませんみたいな、この恐縮ですみたいにしなくて済むのは、うん、あのそんなに、うん、あのなんていうの、先輩だから敬えとか、うん、金払ってやるからみたいな、そういう感じが一切ないから、ああ今いい風に頑張って言ったつもりケチみたいな感じじゃないですよ、ね、そういうことじゃないですよ。なんか、うん、その割り勘にしたいんですよ、陽子さんと割り勘 ね、そういう感じにさせてくれる人、うん、だからなんか、うん、接しやすくていいなっていうね、うん、だから気軽に誘えるってことでしょ、こっち側からも。陽子、うん、さんね、誰とでもね、うん、あの接しやすいと思われるタイプだと思う。わ、うんうん、かるわかる ね、うん、あの、あれサザエさんタイプ。え、サザエさん、サザエさんってさ、気づいたら街のさ、うん、なんかイベントとかでもなんかさ、うん、イエーイみたいな、あれ私みたいな。あ、なるほど ね、サザエさんみたいじゃない。確かにね、ちょっとウブなとこも似てるかも。確かに、うん多分息子ができたらカツオーって追っかけるんでしょう。いいね、いいじゃん、ようこさんようこさんの未来でね、うん、今ずっとこうやって家みたいに置いてますけれども、はい、死んではないですけどね。いつか見てほしいな、陽子さんね。はい、今51分ですけれども、うん、7時51分え、8時までですよね。8時までだから、婚活パーティーをするということで、一旦陽子さんの話は落ち着いたということで、はい、告知とかはしていいんですか。告知とかしていいんですよね。していいんですか。していいんです。じゃあちょっとしましょう。ちょっと、はい、はい、いや、これ私あります。あー、あれね。はい、じゃあ陽子さんの告知は特にないか。何も聞いてないや。陽子さんはあのいつもどこかで頑張って生きてますね。プクーってそういう感じ。陽子さんの告知なんかあるかな。一緒にあの ABC クッキングのお料理教室に行ってたんですけども、陽子さんがあの少ない回数だけね選んだので、その回数が終わりまして、もう ABC クッキングは一緒に行くことありませんっていう告知っていう告知はあります。はい、はい、すいません、いろいろ持ってきましたけれども、はい、ランチが。じゃあこれ一旦失礼して。はい、じゃあですね、こちら告知を、私たちの告知ね、申し訳ないんですけれども、はい、次で11月の19日にですね、あのさっき何度もあの間違えた陽子さんと間違えた涼子さんですね、こちらは、はい、中村涼子さんですね、はい、少女漫画大好きの中村涼子さん、ちょうど私の指のこのあたりにいる。あ、ありがとう、ありがとう。そうそうそう。で、この方と一緒にですね、3人でやっております、昭和生まれの女の子の、はい、昭和少女という、トークライブ、こちらが11月19日の土曜日に、中野 M スタジオ、中野 V スタジオが有名だと思うんですけど、V スタジオの隣にある M スタジオというところで19時開演で、1000円で、やっておりますので、皆さん、お時間ありましたら遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。このね、陽子さんに負けず劣らず、陽子さんもめちゃくちゃ面白い人なので、ね、めちゃくちゃくちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃくちゃ面白いんでね、めちゃくちゃ面白いです、本当に。そう、本当勉強になりますよ。はい、はい、はい、という告知とですね、はい、あとは私たちケイダッシュステージという事務所に所属しておりまして、はい、そちらの事務所ライブがございます。はい、毎月第3木曜日、はい、そうです、ですかね。はい、今月11月11月が11月17日の木曜日に、はい、ケイダッシュ、ゴールドライブというね、ライブに今私たちおりまして、はい、そちらのライブに出演させていただきます。はい、17日木曜日、はい、夜の7時からですね、はい、前売り料金うちら予約にしていただくと1500円、はい、で新宿バティオスという箱で、はい、ライブハウスでやります。はい、で MC が今回はハマカンさんが、ハマカンさん事務所の先輩がですね、はい、してくださいます。よろしくお願いします。はい、あとは、事務所の先輩とやっている、うん、K ガールという、はい、K ダッシュステージの女の子が2組しかおりませんで、はい、私たちと、
先輩のかぎしっぽさんと2組でやってるユニットライブがありまして、うん、そちらがさっき言った中野 V スタジオの方ですね、うん、で、K ガール、ボリューム16がですね、はい、12月の11日の日曜日にあります。こちらも1000円で、夜の19時からやっておりますので、お時間あったら遊びに来てください。はいはい、ということですね。はい、あとは春からのグッズがたくさんあるので、お時間あったらそれも一緒に見に来てください。だいたい毎日持ち歩いてるので、うん、これはいいのかな、言ってフジテレビ1っていうやつに出るんですけれども、うん、はい、12月の19日の月曜日ですね、はい、フジテレビ1は BS、うん、ネットテレビ、ね、フジテレビの、何なんだろうね、よくわかんない、調べてみてください。放送チャンネルはフジテレビ1、はい、ONE の1ですね、うん、で、番組名がつば九郎タイムスと言いまして、はい、うん、ね、野球のさ、うん、ね、千葉ロッテマリーンズだっけ、うん、中日じゃない、あれ違った、あ、そうだ、ヤクルトだ、間違えた、失礼いたしました。ヤクルトスワローズの、の番組ですね、はい、でキャラクターのつば九郎ちゃん。よかった、知ってて。よかった、すいません。つば九郎くんの、はい、番組に出させていただきます。こちらも MC が浜川さんで、はい、やってらっしゃる番組でございまして、はい、こちらではネタもやらせていただきますので、はい、はい、ぜひ見てください、はい、そしてですね、はい、今回ね、こうやってなんか陽子さんの話をメインにお話ししましたけれども、はい、普段いろんなことをですね、はい、2人でベラベラ喋って2人でゲラゲラ笑ってるっていう、ね、トークライブがありまして、はい、それはですね、次回は12月の27日の火曜日、うんうん、名前が春からららラフトークーと言いまして、はい、今回は、8回目のラフトークになります。8回目か、はい、こちらも料金1000円で、はい、夜の7時から場所がちょっと変わってまして、はい、ハイライフプラザ板橋、はい、というもう板橋駅から徒歩1分ぐらいのね、はい、近いところでやってますので、はい、こちらはラフトークというね、はい、名前の通りね、今ぐらいのねラフな、もっとラフかな、はい、なんかぐらいのラフにね、はい、素のままでお話しするというトークライブなんですけれども、はいはい、お客様も私たちも飲食自由で、はい、持ち込み OK でやらせていただいてます、はい、はいはい、はい、すごい気楽なね楽しいライブですので、はい、よかったら来てください。はい、お願いします。何時だ今、5時6。おー、ちょうどいい、めちゃくちゃ告知するじゃん、いいじゃん。どうしよう、これも言っちゃおうかな、うん、どれ、泉陽子の、はい、元泉陽子さんとすごく接点があったのがですね、はい、セクシーダンス芸人、セクシーダンサー、セクシー芸人のおたるさんという方がいらっしゃいまして、はいはいはい、ピン芸人のね、はい、歌なんですけれども、はい、そのおじさん、あ、その方とおじさん、おばさんばっかり、その方がですね、うん、そのセクシーダンサーの、うん、周りをね、うん、書こうということで、セクシーゴーゴークルーっていう、はい、バックダンサーを、うん、一緒にこうやってた時がありまして、はい、春からも泉陽子さんもそのメンバーなんですね、うん、はい、うん、それでよく一緒に活動とかもしてって、そうね、つながりがでかいね、それがでかいね、うん、うん、それでよく会ってた、うん、それを言うのはすっかり忘れたわ。そう、うん、それでですね、うん、そのおたるさんに誘っていただきました、はい、ネタをやるライブがあります、はい、それは11月の、今月23日、はい、祝日の水曜日ですね、うん、お笑いランチランチ部、お笑いランチ部ライブ、うん、ボーノボーノボムっていう、うん、ライブ名なんですけれども、なんか私のライブみたいだね、確かに。ランチ部、はい、開演が19時から、うん、中野芸能小劇場で1000円です、はい、カトゥーさんってわかります、カトゥーさん、はい、とか、大王イカオさん、うん、ビートたけしさんに改名してもらった大王イカオさんですね。はい、と、おたるさん、そして与座義明さん、結構テキサスさん、大先輩ばっかりだね。そうなんですね、うん、ちょっと教職しながらね、はい、出ると思いますので、はい、よかったら応援に来てください。はい、お願いします。はい、めちゃくちゃ告知してしまいましたね。はい、最後の10分は全て告知をさせてもらいましたよ、陽子さん。陽子さん、すいません。はい、こちら58分、これは一体、え、これは言わなくていい、これはグッズ、あ、だから出していいかな、じゃあ、あ、最後、まあ軽くだけ見せる、あ、春からがですね、今着てる T シャツも、春から T シャツと言いまして、このデザインと、胸元にちっちゃくやってるデザインと、シンプルなアルファベットの春からっていうやつと、はい、あと色とりどりね、サイズも様々、 T シャツだけじゃなくて、パーカーとかトレーナーとかいろんなやつやってるんですよね。はい、ちょっと59分なのでね、はい、もう、はい、いろいろありまーす、だけだけ、はい、ということで、はい、はい、陽子さん不在の陽子の森でしたが、いかがでしたか。はい、
あ、いや楽しかった。あっという間でしたね。本当にあっという間だった。ようこさんの悪いとこ言ってたら終わりましたもん。こらこらこら怒られろ。すごい雰囲気もね、良くて、うん、好きですこういう感じ私、ね、しゃべりやすくて、はい、よかったよかった。はい、お客さんがね、あと5000人来てくれるのを待ってますので、ね、また次回はようこさん、あ、そうですね、が MC で、はい、春からがね、ゲスト妖精としていきたいなと思います、はい、なるほど。はい、はい、では次回もですね、はい、同じ曜日時間にやるかと思います。はい、はい、また SNS で告知があると思いますので、はい、そちらをご覧ください。はい、はい、それではこの辺で、はい、以上、春からがお伝えするようこの森でした。ありがとうございました。